おお、なるほど。ダイヤモンド、これは面白い変化になりそうですね。あなたが先手です。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、今瀬です。今日もね、初心者の方、初心者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、相手の方がですね、おそらく振り飛車じゃないかなと思うんですけど、まあ、おそらく振り飛車ですよね。うん、四間飛車なので、こっちは先手番のミレニアムでやっていければと思っておりやすが、まあまあ、相手の陣形見ながら組んでいければと思っております。まあ、なんか藤井システムチックな感じなんですけど、まあ、上がっていって、まあ、この銀の位置見ながらミレニアムに組むかどうかちょっと決めていればなみたいな感じなんですけど、うん、上がってきたね。上がってきたんで、まあ、見で組めそうですね。まあ、銀上がって玉下がってみたいな感じでいきましょうか。で、寄っといて、ミレニアムが来い、まあ、ミレニアム完成ですね。で、あとは金銀くっつけていきましょうかって感じなんですけど、おー、なるほど。ダイヤモンド、これは面白い変化になりそうですね。さて、どうしようかな。まあ、くっつけとくだけくっつけますか。で、これついてきたら角引いて、まあ、次ここ狙いつつって感じなんで、まずくっつけますか。で、くっつけといて、まあ、お互い4枚で囲い合ってみたいな。あー、金上がってきた。これ分からん。それは分からん。がですよ。金はちょっとなんか重い感じするよね。まあ、系統のカバーで銀が出ていけるようにだけしとこうかって感じなんですけど、これは何、これ金がこっち出てこようみたいな、そういうこと、なんかそういう風な狙いに見えますよね。か飛車行って角行くみたいな感じで、ここまあ三間飛車みたいな感じで来るのか、どうするんだろうな。この歩、まあ、ここの歩交換するなら浮いて歩風に飛車みたいな感じで行くべきなのか、まあ、それで行っていくか。こういったら金が出てきて、こっちまでもこれはさすがによな。浮く、金が来る、歩、まあ、浮きますか。どうすんだろう。夫婦に飛車金、さすがに多くない、浮いといて金がここやろ、どうなんよね。まあ、相手やる手がないって見るならば、俺はまあ穴熊に組んでも全然いいんですけど、まあちょっと組んでみます。まあ、やる手ないでしょってちょっと言ってみたい。歩ついてたら角交換桂跳ね、角交換桂跳ね、ここ狙ってるみたいな。いや、あなた重いっすよって言って、こう一回歩ついとくのもありのか。歩ついとく、角交換拒否、歩つかれる、下がってくっ取られるのか。となるとやっぱ交換しとけって話になるよね。交換して同桂、角か。交換して同桂、もう一回ここに角打つ、この桂狙ってますよ、金が受けないよみたいな感じでいきます。ちょっと分かんないね、この金上がりは俺初めて見たな。まあでもここ打っとくんかな。まあ、追い返されたらその時にどうするか、一回引いとく、追い返して引いといてみたいな。これ夫婦に飛車はもう一回打ってきそう。夫婦婦金、夫婦
うん微妙だな。固めとく？固めといて大丈夫かな。歩ついても角、歩ついて歩金、まあ、それはこっちが一回こうなんかいいタイミングで言いたいんですけど、今すぐついちゃうとなんか歩歩でこうなんか相手から歩をこう突き返してくる手があるんでと思ったら、ここになってこようってこと？確かにここ受けにくいね。歩交換自分からしに行くか。5筋に回れるとか、なんかこっちの方に回ってこれるみたいな手を用意してどうかみたいな。まあ一回なっといて、あ、なっといてじゃない、取っといて。まあ下がるよね。これはさすがにブッチはさすがにやりすぎやし、まあ馬作ってくるんでしょうけど、いやこれね、ここに歩がなかったらなんか歩歩に角で角こっち側に引くみたいな手もあるんですけど、ちょっとやりにくいよね。なんかないかな。歩ついてなんかできんか。歩歩に角で角こっち側引くみたいな、いや微妙かな。いやまあこの角良くなかったかもしれんね。わからん、やりたい手がない。かといって暴れる手も少ないし、端行く逆に歩歩に歩ついて強者、軽軽に歩、いやなんか違う気もするし、5分、わからん。いや、分からんけど、ここ行くか。微妙かも。まあ、金ならちょっと重いかなって感じだし、うん、それはここかなって感じなんですけど。ここの歩は瞬間的には飛車で取れる。馬引きつけられたら。まあ、一回ここかな。あ、そっちなんだ。まあここ。まあそれはね、一応読みの範囲内で、こういってこうきたときに、あ、ここ戻ってっていいんじゃないかって感じか。一番嫌なのはなんかこうやって飛車の横撃止められつつ、うん、そうそれが結構気になってたんだけど、まあ端行きますか。で垂らしとくか。いや馬が手厚いな。まあ待てよ、これもう一回歩合わせる手あるんかな。歩合わせる、同歩同角でここ飛車狙ってますよみたいな手あるんかね、分からんけどやってみますか。取ってこんかったら取り込んで同銀で歩って拠点ができそうみたいな。でここに歩打たれても桂馬跳ねとけば大丈夫やしみたいな。この飛車がどうにかならんかな。やっぱ一回引きたいよな。したいんですよね。この金を遊ばせる形にはしたい。KK があるか。KK 銀。銀。いやーどうだろう。
馬引かれる、取って同銀に歩、銀下がる、歩が馬がここで歩なったら、まあ飛車が横に行けるけどみたいな、取ったら同角、角の時にここに当たっとるやろ、浮いてくるかな。まあでもここの成りも見てるよね。ここかな。そしたら歩、歩、ん、歩で角ならここかな。でも成りがあるよね。ここならなっといて次引く手とか、ほう、まあ逆にここなんかね、なんかなんていうか、相手から来てくれるのは全然構わんのですけど、まあそうね、一回避けとくか、一回避けとくか、微妙、やる手がね、かなんか強く金上がっていくとか、意味わかんないけどな、意味わかんないけどちょっとやってみますか。ここをまあ歩打たれても金が出ていけるよとか、まあそれはどう強でしょう、ね、強者手に入った時に何かあるのっていう、強者こっち側に打つ手はあるのかいっていうのは聞いてみたいし、まあそれは同金でここに歩打つの、駒手に入ったらこっちも攻めの筋があってもおかしくないと思ってるんだが、何がいいんかな、やっぱ強者打つんかな、強者こっちからかな、相手の打ちたいところ、歩打ちたいところに打って次歩ついていく、歩ついて同銀ならどう強者でしょう。この強者はちょっと浮いとるっちゃ浮いとるけど、すぐ取られるような何かはないかな。歩ついてきたらまあ角出るよね。この角はどうすべきなの、まあいやーこれ嫌やけどな、こうやっとき、こうやっとく、と金作らして、と金作られたらと思ったらそれ飛んでくるんだ、へえ。3分、まあでもこうじゃね、で取っといて、まあ、と金作られたら一回こっちで払うんかな、払っといて、払っとくか、と金入ってくる、銀上がる、飛車が鳴ったら金が、いやどうだろう、そこに桂馬か。まあここじゃね。歩なら同銀同香、まあ桂馬がなくなったら攻めがないっしょ。銀金、いや微妙かな。銀この辺に引っ掛ける手が出てくるのか。歩銀香、ん？歩銀桂飛車、飛車鳴ってきたときに銀香があるんでしょ。いやこれは一回この辺受け埋めといた方がいいかも。違うな、4つ分30秒、埋めたらこう入ってきたときに金が浮からんくなってるから、いややっぱ相手方うまいっすね、さすが初段。この馬を働かしたくはない、働かしたくはないがですよ、まあそれはしゃあないかな。でこうやって取っといて、ここか、ここか、まあでもその瞬間なんか桂馬打ってどうかみたいな感じ、桂馬打って同銀歩、これなんか詰めろ級臭いけどね。
それで勝負する。銀打ってきてもまだ大丈夫だと思うんだけど、桂打って銀歩、銀打ってくる、銀ぶち込んで下がって2分、桂銀、いやどうだろう、桂打ち込む、銀歩、銀打ち、これ詰めろっしょ。桂打ち銀歩で銀桂強だろう。桂打って下がって歩なって詰めろ。1分30秒。いやこれは負けたかもしれんな。まあでもこれで勝負するか。桂馬渡しても大丈夫のはず。これは負けにしたな。参りました。惜しかったですね。いやーどうしたらよかったんやろ。なんかねちょっと金上がりがよくわからんかったんですけど、ちょっと感想戦、ワンポイント振り返っていこうと思います。はい、感想戦やっていこうと思います。今回ですね、まあ、四間飛車対、まあ、ミディアムだったんですけど、この金上がり俺初めて見た。この金上がりのせいでちょっとプランが、まあ、右側で抑え込まれる形になっちゃって、いろいろなんかおかしいことになりました。まあ、なので序盤のなんか構想としては俺は良かったはずなんだけど、まあなんかね、あの途中で、まあ、やっぱおかしいことになったんで、まあ、どうやって駒組みしていくが良かったんだろうっていうところだけちょっとあのソフト先生に頼っていこうと思います。まあ、この段階で3六歩ついて、やっぱ石田流とかなんか金がこっち出てくるみたいな防いどけっていう話はあるみたいで、例えばここでついてきたりしたらどうすんの。これ角交換桂はまあ歩があるっしょ。あ、だから先に角交換なること見越して歩ついとけって言うのか。歩ついて2四歩同歩3七桂、桂跳ねる手見せてますよって感じか。2四歩同歩3七桂、まあソフトの言う通りちょっと進めてみようか。で4四金、まあ支えてくるよね。でそれでも跳ねる手に対しては多分これ同金なら角で、あ、さばけるんだ。そっかそっか、まあこうやってさばいていけるんですね。でこうやったらこうなって、こうなった時に、まあ、桂馬は損したけど、まあ、さばいていけそうっていうのと、金が働いてないよねっていう感じなんでしょうね。まあ、そっか、桂香、まあ、香車は拾えそうか。桂馬はちょっと分からんけど。という形で、まあ、こっちが有利というふうに言っているんですね。なるほど。はい、で、50手目かな ?51 手目か。51手目で2四歩。からね、なんかあの金閣両取りみたいな筋があるみたいなんですよね。まあ2四歩、まあと金作られるのさすがに嫌だからこれ取るとして、3六歩で、まあ同歩なら、まあ飛車端、まあ飛車端というか飛車横行って金閣両取りで、まあ角逃げたら金が取れるっしょって感じなんですよね。だからこれ多分取ってこないんですよね。取ってこずに、まあ、こうするって、まあ、ソフト的にはこうする手がいいと言ってるんだが、これは切り合うのかな。あ、桂馬ね。なるほどね。桂馬捨てるんだ。こっちの桂馬捨てて、で、手番取ると。で、こう、突いた手が、まあ、こうやって、こう先手取って、こっちに成り返らせて、金がいなくなったから、角成るが飛車当たりになっとるって感じか。こっちの桂捨ててこっちの桂取ったって感じか。まあ守備桂と攻め桂の交換ではあるけど、まあさばけたと見るべきなのかな。馬ができたし、まあいいのかな。そうですか。まあまあそういう仕掛けというかね、切り返しみたいなのがあったみたいです。はい、今回ねミレニアム対、四間飛車のこの金が出てくる形を俺初めてやりました。これね、
全然対策してなかったんで、次回以降気をつけていこうと思います。はい、ぜひね、高評価チャンネル登録していただいて、次回の対局ミレニアム楽しみにしていってください。ということで、今回もお疲れ様でした。おいそ